RFB ファントレーナーファントレーナー 400RFB ファントレーナーは1970年代に西ドイツのライン航空機製造で製造された練習機。推進システムにダクテッドファンを採用しており、Z 機に近い操縦特性を持つドイツと太陽国空軍で使用された。前方から見たファントレーナー400エンジンはターボシャフトエンジンを搭載しているが排気による 推進力は用いずに、軸出力でファンを駆動して推進力を得ている。この方式の採用により、操縦特性は、戦闘機の主流である、ターボファンエンジンに近いものの出力が小さい、訓練生にも扱いやすい機体となった。試作機が初飛行したのは1977年10月27日であり、1982年8月には、太陽国空軍は、 RFB と47機の購入の契約をした。最初の2機はドイツで製造され、残りは RFB から出荷されたキットをタイ国内で組み立てた。初期運用の後、大王国空軍はグラスファイバー製の主翼を国内で製造したアルミニウム製に交換することにした。すでに退役済みであるが、2010年からファンジェットアビエーションが関連事業を引き継いでおり、 名称をファンジェットに変更し軍用だけでなく民間向けにも売り込みを図っている。この他に実用機にダクテッドファンが採用された例としてはエジレイオプティカがある。最初の試作機2番目の試作機 ATI-2 から胴体を延長し主翼をアルミニウム製に変更。エンジンはアリソン 250C20 バイトを搭載。 エンジンをアリソン 250C30 に換装した改良モデルファントジェット600に名称を変更アップグレードモデルファントレーナーの機体を利用した統合基本練習機システムファントレーナー400体役済み体役機はドンムアン空港や対応ツ空軍博物館に展示されているデータフロムジェーンズエアクラフトリコグニションガイドハットエアクラフトプロダクションイン タイランドフロムエローフライトハットレンドルデビットジェーンズエアクラフトリコグニションガイドグラスゴー UK ハーパーコリンスポブリシャス pp 505 ISBN 0-00-470-9802ありがとうございます